来て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 。あー、来たー、よかったー。さあ、どうなる？え、枝豆？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。あ、ハートマークがある。やったーね。やったーね。え、待って、ハートマーク。2つある。お、あさみさん。いいね。いいね。よきよきだよ。あさみさん前まで、あれよね。え、あさみさん、前彼氏おって別れたんやったよね。え、違った？そうやったよね。旬のことが好きです。お？旬くん相手おらんのじゃない？え、いいやん、いいやん。それはもう頑張ろう。ね、ここは歌で思いを告白する場所はどこがいいでしょうか？どうしよっかな。告白する場所、喫茶店、屋上、浜辺、教室、公園。教室で歌い出そうか。教室で歌い出そうかね。着替えよ。とりあえず猫耳外していこうか。猫耳外して、どうかな。なんか帽子あったよね。あ、そうそう、カンカン帽。カンカン帽に、小花柄のチュニック。この辺でいこう。よし。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃいまし。応援しとこう、私は。え、来るよね。え、来るよね。来ない。マジで？え、なぜ？え、相手おったっけ？おらんよね。リベンジしよう、リベンジ。いや、これはリベンジするでしょう。当然、当然するでしょう。残念な結果に。いや、終わらせない、終わらせない、そんなの。ほらほらほら。よし、来た！リベンジ。これで、まあ、振られても、すっきりさっぱり。うんうん。まあ、もう一度っていうか、一回も告ってないからね。気が済むなら。はあ、もう女の子にへそくりでプレゼントまで交わして。え、来て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 。ああ、来たー、よかったー。さあ、どうなる？え、枝豆？あなたが欲しがってた。欲しがってたのね。欲しがってたんならまあ。まあ、しょうがないか。え、どう？やっぱりごめんなさい。マジで？で、これ枝豆はどうするの？枝豆だけもらって帰る感じ？え、辛い。マジか。え、でもしょうがないよ。まあ、これはね。今度こそ残念な結果に。うんうんうん。よかったよかった。きれいさっぱりね。人を褒めるのは苦手です。褒めてあげよう。何でも、一箇所でもいいけんね。褒められたらなんかちょっとすごい嬉しくなるやん。大丈夫？本当に、本当に吹っ切れてる？埋もれてるよ、なんか顔。お、そしてゼロさん。お、まさかの？まさかの来ちゃった感じ。あー、待って、ちょっとこれは私のプレッシャーが半端ないやつ。はるちゃんはるちゃん、いよいよ来たよ。あ、ちょっと待って、最近私プロポーズの成功率めっちゃ高いけんさ、逆によね。いやー、逆にちょっとすごくプレッシャー。よし、いや、これでいいと思う。カジュアルで。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。頑張ります。私が頑張ります。最近ちょっと結婚ラッシュまた来たね。いいね、いいね。オッケー。はい、私もついていきます、後ろを。はあ、どうなるかな。いや、きっと成功させてみせるよ、私は。だから、ゼロさんのことを考えてね。せつなさんがどうしたの？せつなさんのことめっちゃ考えるやん。おったんかな。あれか、あれに乗っとったんかな、せつなさん。そうね。いいぞいいぞ、盛り上げよう盛り上げよう。グッ。てか、あの手の位置的にさ、私は確実に観覧車の中。ああ、やめてー。鳥が飛んでるとかいいんだ。そんなことはどうでもいいんだよ、ちょっと。ああ、緊張感。てか、なんか会話を間に挟んでも、続きを話すっていうね。え、何があってならん？だって一回さ、あ、鳥が飛んでる、君と一緒だからかなって会話繋がってないやん、確実に。来た。何？来たよ。この服って何気に肩出し？違うんかな。ふう、次だ。次で決まる。僕と結婚してください。来たー、やったー、よかったー。ああ、もうよかったよ。ああ、嬉しい嬉しい嬉しい。ほら下がってきよる。ああ、よかったー、もうめっちゃよかったー。はあ、これで失敗したらどうしようかと思ったよ。ね、辛すぎる。おかげさまでプロポーズに成功しました。よかった。いやー、結婚成功続くな。よかったよかった。実用品大人スプレーをもらいました。二人とも？あ、違う、ゼロさんがってことか。ゼロさん全然子供っぽくないのに子供だったのね。なるほど。使いますよ、もちろん。では、大人スプレーをかけてください。はい。それでは、よろしくお願いします。ゼロさんが大人になるところを見守っているはるちゃん。おー、いいね、いいね。身長差いい感じになったんじゃない？さっき同じぐらいやったよね。あ、よかったです。そうよ、ちゃんと結婚してね、奥さんを守ってあげてくださいまし。あ、いい感じの身長差。ふー、ちょっとまたさ、なんか結婚しおるカップルが増えてきたけん、またちょっとね、新たなカップルも増えていってもらいたいなと思うんだけど、ちょっとずつこうみんな夫婦になっていきよるけんさ、ね。いや、幸せになってくださいまし。ゆきだね、子供はどんな感じの子が生まれるかな、楽しみ。え、てかさ、あゆのと赤花さん子供全然生まれんくね？結構前に結婚したはずなんやけど。え、生まれてないよね？全然生まれてないんやけど、どういうこと？お、ゼルとハルちゃんの新婚旅行 in ハワイスタート。ハワイだ、ハワイだ。ヤシの並木道です。ヤシの並木道。はい、チーズ。ゼロさんもっとちゃんと目を開けよう。ハワイの海とか綺麗そう。お、いいね、いいね。沖縄の海もね、見たことないけど見たいんよね。澄んだ海っていうのを見たい。お、いいね、ゼロさん、満面の笑み。いい感じ、いい感じ。これでまた新居が一軒増えるのね。楽しかった、よかったよ。なになに？お宝キーホルダーをもらいました。ありがとう。あ、もうこちらこそよろしくお願いします。お、レベルアップ。めっちゃいったね。多分これでまたレベル上がるんじゃない？はい、道具で。バット、マラコン。はい、どうぞ。道具、本をプレゼントしました。上がらんかった。うん。それは多分ね、大人になるにつれてそう思うようになるような気がする。なんか、小さい頃とかは、あ、え、ハートマーク6つ目来たんやけど。りっくくん、入ります。ほほほ、来たよ、来たよ。誰？相手は誰なの？はい、聞かせて。ゆうさちゃん相手おらんよね。お、これはいいんじゃないか？新たなカップル誕生じゃないか？どうだどうだ？よし、ここは必死に行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか？必死に、音楽堂、屋上、公園。屋上で必死になってみようか。他の住人に見られる可能性もあるけれど、このままでいいと思う。わかりました。いってらっしゃい。では、勇気を出して告白してきます。さあ、どうかな、どうかな。とりあえず来て。待って、ちょっと来ない人多くないですか？リベンジしよう、リベンジ。いや、告白できてない。できてないよ。大丈夫。多分、あれよ。多分熱で来れんかったとかそういう感じやけん、きっと。リベンジ。ぜひともリベンジして。売られちゃいました。ダメか、マジか。リベンジしてほしかった。絶対大丈夫やって。ほら、元気出して。どう？美味しい？すごく美味しかった。よかった。それはよかったよ。好物1位になったね。まあ、そのうち、また新たな人を好きになるよ、きっと。さあ、あとはもう、あれだね。ハートマークはなしということって、じゃあちょっとそろそろ、みんなに、募金を募りたいと思います。さあみんなバシバシ入れてって。いや、なんでみんなそんなに来ないのね。告白受けるぐらい受けてあげたらいいのにね。その後 OK するかどうかはまた自由やけれど、会いたくもないぐらいってこと？つらつらすぎる。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。今回はグループ、また新しいグループで、はい、ロリ系女子で、ホワイト、純白っていう曲です。アイドル系の曲やね。一応なんかこう、子供っぽい、幼い感じの、ちまっとした女の子たちだけで結成された、ロリ系女子。かわいい、見た目からしてかわいいよ。ちっちゃい3人がね、元気に踊るっていう。こちらも勇気だらけで、私の心も広く輝き輝く。純情な心、子供の心を思い出すと純白になる。いいね、かわいいね。よき。すごい、歌詞もすごいかわいい感じやし、アイドルって感じやね。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。8時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。新製品のニュースです。勝之さんの飴が。いつかあれじゃない、この島の住人さん全員の飴が出来上がるんじゃないね。だってもう結構な人数の飴が出来上がってきた気がするよ、今までに。私、金太郎飴とかって全然舐めるのよね。要はあれよね、なんか砂糖の塊みたいな感じよね、ほぼ味。違うそんな感じじゃないんだ、味的には。演技飴とかと同じような感じってことやろ、多分。ありがとう。なんかめっちゃ小さい頃に食べたことある気がするけど、大人になってからはないな。はい、それじゃあ、あとは、友達マークなんかめっちゃ増えたんやけどさ、喧嘩じゃないよね。お、喧嘩じゃない、よかった。ミラさん、紹介とかないかなこんばんは、どうも。ゆうなと友達になりたいです。お、ゆうなちゃん、いいね。女友達増やしてこう。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？世間話でも。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあ、友達になれるかな。なんか一応友達マーク奇数やったけど、このミラさんが抜いたことによって偶数になるけん、もしかしたらという可能性が。友達紹介か、まあ、恋人紹介か。え、友達になれんかった？マジで？まだ友達にはなれませんでした。なるほど、まだこれからちょっと様子見みたいな感じかな。金曜日の夜はね、次の日も休みやし、中学生ぐらいまでは。高校って大体土曜日も授業あったりするもんね、最近って。そういうとこ多い気がする。はい、じゃがバタでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。はい、それじゃあ。ゆうさん。よかった、喧嘩じゃないね。今回喧嘩はなさそうな感じかな。あゆなのそっくりさん。また会えて嬉しいです。こちらこそ。あるしろに友達ご紹介したいのですが。なるほど。メイちゃんご紹介するのはどうでしょうか。うん、いいと思うよ、普通に。いいんじゃないかな。仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。はるしろさんとめいちゃんね。趣味、世間話、お金の話。お金の話とかしてみる？なんとなく。どうかな？これ、間で、ゆうさんはね、一体、お金の話でどういう話しようかな。お、でも楽しそう。そんな盛り上がることある？お金の話。いやー、そこの株が今ちょっと、買い時で、この間すごい得したんだよ。ヒャ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 みたいな。嫌な会話。めっちゃ嫌な会話。私は100万円ぐらい損しちゃった。そうなの？ヒャヒャヒャみたいな。悲しい。絶対違うよね。よかったよかった。まあでもあれよ、友達でも、恋人とかでも金銭感覚合う人がいいよね。それじゃあ、何がいいかな。サーフィン T シャツは渡してるんだな。ジャケットと T シャツで。はい、どうぞ。100、ジャケット T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。お宝のお返しです。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。今お礼もらったけどね。実用品扇風機をもらいました。まだいらない季節だな。そう、今日できてしまうことなら全然ね、やって損はない。はい、クリームシチューでもどうぞ。今日じゃ絶対にできんことやったらしょうがないけどね。どうすか。お、結構美味しかった。よかったよかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、続々と夫婦が増えていく。また続々とカップルが増えてほしいなと思う今日この頃。ね、みんな頑張ってほしい。